こんにちは、ハイジーです。今日はお寿司を食べたい気分に後押しされてスシローさんにやってまいりました。さて、まずは何のお寿司から食べていきましょうかね。まあ、いろいろありますよね、スシローさんですから。さすがにね、何これ、しらす混ぜそば。え、ここお寿司屋さんだよね。え、どうなってんの。1杯280円か。これ注文してみるしかないよね。まだかな、まだかな。で、切った。お寿司屋さんの混ぜそば、どんな感じなんだろうな。器は至ってシンプルだ。さあ、蓋を開けてみよう。パカパカパカ。あららららららら、これは随分上品な佇まいですね。専門店の油そばがお祭り好きでふんどし一丁の男子だとしたら、これは着物を着た女性っていうイメージですかね。刻みネギ、海苔、イクラ、しらす、大根おろし、そしてレモン。このお値段のメニューにしては具材の種類も豊富ですね。いただきます。というわけで早速混ぜ込んでいきましょう。混ぜそばを混ぜる瞬間ってなんかたまらない。きっと誰もがちょっとニヤニヤしてる。それでは麺を持ち上げさせていただきまして、食べる。これはすごい、しらすの風味が飛び込んでくる。混ぜそばでこんな魚介風味もあるんだと思わされる一品。噛むたびに存在感を増すイクラの味にオリーブオイルの風味も加わり、どこかイタリアンなテイストも感じる混ぜそば。これは新しい。ところ狭しとしらすがいるから具材だけが先になくなっちゃうこともまずない。最後まで美味しい混ぜそばだ。ただ待ってくれと、今日別に混ぜそば食べに来たわけじゃないんだよ。こっちが食べたかったのはお寿司なんだよ。ちょうどよくお寿司を食べたい欲を満たしてくれるようなメニューないものかね。ん？なんだこれ、このメニューすごくない？スシロー気合のインドマグロ7貫盛り、めちゃくちゃ美味しそうじゃん。これ頼むしかないやつですね。もう早く来ないかしら、あの人ったら待たせるんだから。さあ、やってまいりました、インドマグロ7貫盛り。これは迫力がありますし、あと迫力もありますし、そして迫力もある。マグロの威圧感でこちらを圧倒してきます。こんなすごいマグロが7貫集まってる時点で支援論が出てきちゃいそうな勢い。ギャルのパンティ遅れ、いきなり中トロの寿司を食う。赤身と油の絶妙なハーモニーがたまらない。漬けマグロも持ち上げさせていただきまして、一気に頬張る。もちもちした食感の奥に潜む旨味。贅沢なサイズ感のマグロのたたきはマイルドな口当たりが最高。中トロ2貫に大トロ1貫が残っているというこの状況、順番的には次は大トロなんだけれども中トロ食べちゃう。ああ、そうなんだ、ハイジーって一番美味しそうな感じのものを最後に残しておくタイプなのねって思わせといて大トロ食べちゃう。見た目通りの油の乗り、甘くとろける。そんなわけで今日は天然のマグロと洋食っぽい混ぜそばをいただく動画でした。言い方ややこしいね。